さあここは霞のテリトリー、違うスティール、また距離を取ってしばらいから浮かして、まだあるぞ、ここはセンチ、ここでボクダーが溜めてセッチ、さあ後がない大吹き、なんとか取りたいが裏からギアが刺さって、さあここで殿が勝てば優勝が決定、逆にテグスチャイルドが勝てば代表者戦に持ち込むことができる、さあ両者の昇竜シークレットと滝登りに要注目、いきなり来るぞ、両者ともに観客の煽りを受けたか、前田力から勝利、滝登り、さあ観客も大喜び、一気にテグスタイルでコンボ決めて点数を爆発させて、さあここでカードを無理やりこじ開けて、いい人は敵スタイルまで距離掘っていく、対する球はなんとかここダメージを取りに行きたい、できるから B で超品、さあジェット確認、さあここはホーミングを使ってダメージを持っていくが設置して、これは裏からヒット、ダメージ取って簡単最大ダメ、早手関さだってさ、殿が一本取って後がなくなったテクスチャルだ、スイッチファン叩きつけて先生、ここはデミー落ち着いてコンボを決めていく、殿画面的なトロが立っている、無理をせていきたいところだが、あれが通って落ちて立ってガードしている、革命神の術、さあ本人もええと言ってますが最大ダメ、これは解放するしかなかった、総裁を無理やりダメ取りに行ったか、わからないぞ、ビート刺さって絶好やるから果たす優勝は宇和滝の森、優勝は宇和滝の森、さあ優勝チームにコメントいただきましょう、宣言通り、やり込みが勝てるということを証明できて嬉しいです、動物愛護の精神でやれば勝てると証明されました、はい、犬ギャル最高、優勝チームに今一度大きな拍手をお願いします。